皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。皆さんの中にピーマンが苦手という人はいますか？実は緑色のピーマンが苦手な人が多い。これには理由があります。それは苦いものは毒だという動物的本能が苦味のある野菜を嫌うからだそうです。今回中学校の計算問題ではいろいろな因数分解ということで、まずくくり出しをしてから考えるもの、次にちょっと考えたら情報公式が使えるもの、式の一部を大文字に置き換えるもの、そして最後に工夫をして考えるもの、この順番でお話を進めていきます。くくり出しをしてから次にどういう因数分解をしたらいいか考えるもの、まず括弧1番ですね、AX 乗マイナス 6AX プラス 8A、 それぞれの項を見るとどの項にも A という文字が入っているので、まず A でくくり出しをします。 A 括弧 X 乗マイナス 6X プラス8、こうなりますよね。で、括弧の中は X 乗マイナス 6X プラス8とあるので、掛け算をして8になって、合わせるとマイナス6になる2つの数字の組み合わせを考えます。そうするとマイナス2とマイナス4がありますね。ですから A で次に X マイナス2 X マイナス4と、こんな風に因数分解ができます。括弧2番、 3A2 乗プラス 3A マイナス36、共通して入っている文字はありませんけれど、数字の部分を見るとどれも3の倍数なので、まず3でくくり出しをします。3括弧 A2 乗プラス A マイナス12と、こうなりますよね。括弧の中の A2 乗プラス A マイナス12の部分から掛け算をしてマイナス12になって、足し算をするとプラスの1になる、そういう数字の組み合わせ、これを考えます。そうするとプラスの4とマイナス3、これがあるので、3括弧 A プラス4括弧 A マイナス3と、こんな風に因数分解ができることが分かるんですね。括弧3番、2x2 乗 y マイナス 8xy マイナス 10y、この式ではまず数字の部分すべて2の倍数になっているので2でくくり出しができます。そして文字の部分ではすべてに y が入っていますよね。ですから y でもくくり出しをできるということで、 2y でまずくくり出しをします。 2y かっこ x2 乗マイナス 4x マイナス5と、こうなります。ここで掛け算をしてマイナス5、足し算をしてマイナス4になる数字の組み合わせ、これを考えてください。そうするとマイナス5とプラス1、この組み合わせがありますね。ですから 2y かっこ x マイナス5かっこかっこ x プラス1と、ね、こんな風に因数分解ができるわけですね。この括弧の中の式はどちらが前でもどちらが後ろでも構わない、これまでと同じです。では次に移ります。公式が使える場合です。括弧1番、 9a 乗マイナス 12a プラス4、この式を見るとこの 9a の2乗というのは 3a、 これを2乗したもので、4は2の2乗ですよね。ですから平方の公式が使えそうです。使えるかどうか試してみましょう。まず 3a の2乗引く 2×3a×2 足す2の2乗と、2、3が6、6に12と、公式に当てはまりますね。
ですからこれは括弧して 3a-2 括弧の2乗、このように因数分解できるというわけです。括弧2番 x2 乗プラス 6xy プラス 9y2 乗、前の部分 x2 乗は、そのままでいいんですけど、この qy の2乗というのは 3y、 これを2乗したものですよね。ですから x の2乗プラス 2×x×3y プラス 3y 括弧して2乗と、で真ん中は23が 6xy になっているので、やはり平方の公式使えます。ですから括弧して x プラス 3y 括弧の2乗と、このように因数分解ができます。括弧3番 4a2乗-25b2乗、この 4a2乗というのは 2a、これを2乗したもの、 25b2乗というのは 5b、 これを2乗したものですね。ですから2乗から2乗を引いている、こういう形なので、和と差の積の公式、これが使えそうです。ですからこれは 2a プラス 5b 括弧 2a-5b、こんな風に因数分解ができてしまうんですね。では次に移ります。別の文字に置き換えて考える方法です。括弧1番括弧 x プラス2括弧2乗引く5括弧 x プラス2、この式ではこの x プラス2という部分が、同じですよね。この x プラス2、これを M という大文字に置き換えるとこうなります。 M の2乗マイナス 5M、 こうですね。でこれを M でくくり出します。 M かっこ M 引く5ですね。 M を元の形の X プラス2に戻します。イコールかっこ X プラス2かっこx プラス2括弧引く5、こうなりますね。まとめると前は x プラス2後ろは x マイナス3と、ね、x プラス2 x マイナス3と、このように因数分解ができます。括弧2番も同じように考えます。括弧 a プラス b 括弧2乗足す18括弧 a プラス b 括弧プラス81、ここのA プラス B の部分を M に変えます、ね、これだったら M の2乗、ここの部分を M に変えると M の2乗プラス 18M プラス81、これ平方の公式に当てはまりますよね。ですから括弧 M プラス9括弧の2乗 M を元に戻します。M は A プラス B なので A プラス B 括弧プラス9、こうなって2乗と、括弧1つにすると A プラス B プラス9括弧の2乗と、こんな風に因数分解ができますよね。ここの部分とかここの部分も暗算でできちゃう人は一気に答えの方に行って構いません。ここではね、共通している式の部分を大文字の M または A でもいいんですけど、そのものに変えて因数分解を考える方法です。では最後にちょっと工夫が必要な場合ですね、これに移ります。ちょっと工夫して考えなきゃいけない因数分解、括弧1見てください。 AB-A プラス B-1、この形ってどうすればいいのってやっぱ思っちゃうんですけれど、コツをつかんでください。この式の中で
同じ文字が入っている部分、これを一箇所見つけます。ここでは AB-A、 ここの部分には A という文字が入っていますよね。それを見つけたら、その共通している文字で、そこの部分だけをくくり出します。つまり A でここの部分をくくり出すんですね。カッコ B-1 ってこんな形になります。次は残っている部分をこれと同じ形にしたいですよ。これはちょっと簡単なんですけれど、足すカッコ B-1 だ、こうなります。もし不安だったら、もう一度展開してこの形に戻るかどうか試してください。ここの部分共通したものになりましたね。 B-1、 ここを先ほどやった同じように M という文字に書き換えると、 AM+M でくくり出しをすると、 M かっこ A+1、 ここで M の部分を元の形に戻します。 M は B-1 でしたから、 B-1かっこ A+1 と、これで因数分解が完成です。もちろん A+1 かっこ B-1 と、この順番でも構いません。かっこ2番も同じように考えます。 XY+3X-Y-3 と、ここで同じ文字が入っている部分を見つけます。 X が入っている部分は XY+3X の部分、Y が入っている部分は XY-Y の部分、どちらでもいいんですけれど、ちょっとこれ式の順番でやりやすいように、ここの部分で X が共通しているので、ここを X でくくり出します。 X かっこ Y+3、 次は残りの部分をカッコの中の Y+3 という形、これを使う形に、どうしたらなるかって考えます。これを引き算にして、この部分をカッコに入れると Y+3 と共通になりましたよね。ここを大文字に変えると XM-M、 先ほどと同じように M でくくり出して X-1、 M を元に戻すとカッコ Y+3 カッコカッコ X-1 と、こんなふうに因数分解が完成するんですね。今回はいろいろな因数分解、そしてパターン分けをして説明をしていきました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。